ある日セイジが公園のブランコに座っていたタメジニアが声をかけると、アリが一生懸命餌運んでんねんと泣いていた。同じく公園でオンブバッタがお互い離れていく様子を見た時も泣いたが、ジュニアはこんなに心優しい男はいないと感動した。 DVD に記録するビデオカメラを持って旅行に50時間分の DVD を持って行ったが、本体のビデオカメラを忘れた。高校入学の際に知能指数を測り、勉強すれば東大に行けるレベルという高校始まって以来の高い数値を叩き出した。そのため特別進学コースに入れられるものの、成績が悪すぎて2年生から普通科になった。霊感があるらしい口まみれの女性の霊が出てきても全く怖がらず、お前はよ病院行けやと突っ込んだ。動物とも意思疎通できるらしく、海外のゴリラを研究してる施設で、セイジが大いでて行為と叫ぶと出てきた。警戒心の強いゴリラは人がいるところには出てこないと言われているが、メスのゴリラが赤ちゃんをセイジに見せに来た。